ちえちゃん、えらい。もうちょっと。熱い接吻が、はい。はい。今日林さんまたバディとしてね一緒に撮影に参加し、またこう一緒にプロモーション活動もされています。ちえちゃんもご登壇です。はい、ちえちゃん登れるかな、大丈夫かな。はい、まずは林さんにご挨拶をいただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい、皆さんこんばんは。今日はちえそこ後で登るんだよ、今日はお越しいただきありがとうございます。北里大学の、相模キャンパスと、十和田の生徒さんたちと、十和田の生徒さんたちは撮影でも、ちょっと待って。十和田キャンパスの生徒さんたちは撮影でもお世話になって、今日またこうやってお話しできる機会を、いただけて、嬉しく思っています。よろしくお願いします。お願いいたします。犬を作った中心人物、花井壮太を演じられた林さんです。はい、ちえちゃんが一度ちえちゃんここで一旦フォトセッション、はい、ちえちゃん一緒にフォトセッションさせていただきまして、ね、長くステージいると疲れちゃうんでね、先にフォトセッション入りたいと思います。写真だけ頑張ろう、ね、写真だけ頑張ろう。そうなんです、本作たくさんの可愛い動物たち出演しているんですけれども、専門のプロダクションの皆さんの監修のもと撮影も行われまして、また今回の舞台挨拶のこのイベントもですね、皆さんの監修監督のもとなるべく負担のない形で行っていきます。ではセンター行きましょうか。センターに目線ください。ちんちゃん頑張れ。センターです。センター2列3列目の方ですね。前の2列の方、センターで撮影をしております。はい、目線をセンターにください。いかがでしょうか、センターの方、よろしいですか。では目線左の方にください。ステージから見て左の方にお願いします。あ、ちえちゃん、えらい。もうちょっと。熱い接吻が、はい、あ、もうすっかり懐いてますね